はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、えー、えー、まあ学校の先生がですね、えー、まあ商業施設で女性のスカートの中をですね、盗撮したとかしないとかで、えー、懲戒免職だそうで、えー、もうそろそろやめようかなと思ってるんですけど、<laughs> えっと、はい、まあこんな感じですかね。こんな感じでやってみようかなと思ってるんですけど、えぇ、ー、とですね、えっ、ー、と、 片方は教、教頭先生だそうで、ええー、59で、もう、もう両足、勘置に突っ込んでるような、勘置じゃないや。両足あの退職に、退職の勘置にですね、勘置じゃないな。もう、もう、ほぼほぼ、もう体全部ですね、退職の体制に入ってるんですけど、はーい、なんかやっちゃったそうで、ええー、 でですね、あの、私はですよ、あのー、なんかですね、これ撮り始めた頃ですね、よく、えー、設置系のですね、盗撮をよく見かけたんで、あのー、商業施設でね、スカートの中を盗撮ぐらいではですね、あの、1, 1ミリも驚きませんで、え,ーえ、それダメなのぐらいのか、ちょっとなんで、ダメはダメだな。ダメはダメなんですけど、 ええと、はい、このぐらいのことでですね、えー、<laughs> 懲戒免職はですね、ちょっと、ちょっとですね、その、応募すぎるかな、みたいなところがあるんですけど、まあ、あ危ないんだ、これ。田代回しもこれも、これで人生ダメにしちゃってるから、あれなんですね、今、逆にまあ、カメラ、カメラ、 みんな持ってるから、ことになるから、スマホで、全員撮れますし、で、まあ全員、まあほとんど、ほとんどってことはないけど、スカートを履いてる人が多いんでね。はい、まあ。ちょこちょこですね、えー、あ、でも、撮ったのがなんでバレたんでしょう。たぶん、たぶんの話しますよ。カシャとかですね。 言うんですよ。こう、カシャッとか言ってですね、後ろ振り向くとですね、もうその人がおりまして、えー、もうご用、ご用ですよ。あの人に取られたって言われたらもう、おしまいなんですかね。で、えー、まあ、学校の先生なんでですね、まあ、処分が重いんですかね。まあ、 多分ね、福岡市でもですね、学校の先生って言ったら、2、300人ぐらいのことだと思うんですよ。もっといるのかなはい、まあ、とにかくですね、えー、<coughs> 福岡市ってそんなに大きくないぞとか言ったら怒られるな。あんまり知らないですけどね。 はい。サセボイオン閉店だそうで。Go to eat 長崎。無許可撮影禁止だそうで。だからですね、あの、許可を。あれ何これ何これああ、これ系で。 撮影しちゃダメなのフィギュアスケートもダメなのえ、ツイッターに投稿してもダメなのあー、あ。なんかこれ系であの、なんか陰謀引っこ抜いて、女性の寝てる女性にパラパラと吹き 振りかけるとか、なんかそういうのも見たことありますけど。あれけこれ、これ系ダメなのちょっと待ってよ。見にくいですね。ごめんなさい。なんか意外とですね。あれ。はーい。まあ、なんか、こ、こ、これ系も撮影禁止なんですね。 なのでですね、えー、スマホではもう撮らもうカメラなんかもうガムテープかなんかで塞いでおいたらどうですかね。それも良くないか。ってことで、はい。えぇ、ー、まあ学校の先生なんでね。えぇ、ー、ちょっと、ちょっと重いですけど、まあ、そうですね。ええー。<coughs> まあ、カメラを持っててですね、スカートがあったらですね、撮ってしまうのが、え、男のサガなのかな、みたいな。うん。あれですよ。ウォーウォー、ウォーウォー、ウォーウォー、耐えきれー、えずー、みたいな。最近そんな歌をですね、えー 来ましたのでちょっと歌ってみましたけど、私、オンチなんでね。えー、ツイストのですね、サガって曲らしいですってことで、えれ、ー、で、これけんあの、女性教師はなかなか逮捕されない、逮捕されない、懲戒免職になんないですけど、何なんですかね。女性教師も、女性教師はとっても、おそらくですね、警察に、あの、スマホを取られてもですね、 あれなんかボタン間違えちゃったで済むような気がするんですけど。ちょっと男女平等ってことになりますかね。まあわかん、わかんないですけどね。はい。まあ、59までつ勤め上げてですね、やってしまうっていうのは、今までずっとやってて、たまたまなのかもしれないですけど、はい。なかなか学校の先生っていうのはですね、大変ですよってことで、はい。今回は以上です。